どうやんなって。これはそんだけやっぱ会場の皆さんもやっぱ寒い中で待ってくれてるっていうね。イベントあるんで、そこから来ました。大阪でイベントあって朝まで、そこからの今、時刻が10時半ぐらいなんですけど、はい、ちょっとね、ちゃんけさんを今待ってます。後ろが追ったんすか。ずっと、まあ、ずっとじゃないけど、はい、だけどどうします。なんかでも先行ってた方がいいんじゃないですか。一応11時に入るって言ったんですけど、早めに行ってもう時間話だけ聞いて、そうですね、あとはもう別にね、時間来れば。あ、 YouTube です。あの岡山の、あ、そうです、見てます。武蔵の辺まで行っとったんで、ああ、あの辺のおばあちゃんちがその辺なんで。はい、はい、お、さあもうね、もう準備満タンで、なんか、あ、めちゃめちゃ早く並んでますね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にわざわざ寒い中。あ、本当ですか。ありがとうございます。本当にありがとうございます。本当はね、なんか、ちゃんちゃんだったらどうしようかな。そうなんですよみたいな。どうやって？もう一回服装ちょっとミスったな。失礼します。あれ、どうなんですか。二人だけ。食べてないですか。何も言われてないですよね。どうやんなって。終わった後とか、終わった後とか。もうちゃんけさんに勧められて買ったこの和重ねっていうやつかな。いや、誰もいないんや。誰かみんな集まってんのかなと思ったけど、どうかな。まあ、多分ね。じゃあ、何ですかこれは。現れました。はい、どうもこんにちは、福井環奈です。今日はね、MC をしてくれてサポートね、はい、本当にあのフォローしてください。しっかりフォローするので楽しみます。よろしくお願いします。お願いします。竹さん、どうですか。はい、意気込みは。緊張しますね。ステージの前に置いて、自分を撮ろうかな。ああ、なるほど、
あ、それでさその三脚というか。そうそうそう。で、本番で撮ってくれたらいいですよ。まあちょっとあれだもんね。なんか。お。寒いな。やべえ。ちゃんけさんのファンが。いや今日寒い本当に。でそんだけやっぱ会場の皆さんもやっぱ寒さ寒い中で待ってくれてるっていうね、ことなんだよねっていう。そうそうそう。ねえ。ねえ。あそうそうそう。あでもカンナちゃんはやっぱこういうの慣れてるの、司会っていうか、まあなんかなんか大体なんかその写真とかまあそのね映画とかもあるからね。仕切るの苦手なんで、なんか仕切ってください。いや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 。あ、そうそう。あ、どうもこんにちは。こちらで好きな方です。あ、もう撮影中です。なんか動いて大丈夫なんですよね。あ、撮影中です。大丈夫であれば。これだけ撮影しながらちょっとやってみます。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあそれではひろみさんの紹介をさせていただきますね。はい、はい。寒かったですね。寒い、風がね、はあ、お疲れ。ありがとうございます。もう続けていきましょうか。え、もうすぐ始まるんですか。結構押してる感じなんですか。いや、3分しか押せない。時間通りですよね。続いてはですね、岡山県内のディープスポットや都市伝説など様々な情報を紹介したり、テレビなども取材協力されているイエーイ。YouTube をやらせてもらってる、スピーチ部の DJ ゲルですけど、皆さんよろしくお願いします。RSK ラジオさんのラジオやってもらってるんですけど、その中の、DJ のコーナーとかその YouTube のコーナーで、はいはいはい、やらせてもらったりはしてますね。土曜町あ、させていただきますと、はい、チームで活動されているようなんですが。そうなんですよね。はい、どういった、あ、じゃあまず最初にチーム、はい、チームの皆さんちょっと紹介していただきましょう。そうなんで
なんですよね、はい、今日ね実はねまたあの後ろの方に、はい、あのメンバーカメラを持っている方のサイドに、はい、あのねメンバーも来ているとそうなんですよ。だから余計にめちゃめちゃ緊張するんですよ。しかも動画に撮ってるからこれ多分 YouTube に載ってるんでしょ。いやねしかも彼らの方がプロフェッショナルですからね。本当にラジオ番組持ってたりとか、はい、CM に出てたりとか。ベトナムに行ってきます。ちょっと行こっか。さ、到着です。ベトナムに。あ、じゃあ僕これにします。はい。じゃあ僕はビールってあるんですかね。ビールはベトナムビールが。あ、じゃあこれもうこれ。はい。僕のバーバーバー。はい、バーバーバー。バーバーバー2つと、はい、僕のフォー、この牛肉のフォーをください。はい。これがね、ベトナムのビアでございます。バーバーバーって書いてますね。はい、いいね。外国のお酒はやっぱビールは 甘みを感じますね。来ました、ベトナムのチャーハンで、これスープがつくんですね。ちょっと嗅いでみましょうか。あ、もうこれ普通のチャーハンだ。でちょっといただきますね。あ、結構パラパラ。そうだね、パラパラの。ちょっといただきます。うん、うまっ。何味なんですか。見た感じでカレーっぽいのかなと思ったんですけど、カレーっぽくない。でもパラパラとは言います。めちゃくちゃすごい。あのお米はやっぱ日本の違います。うん、ちょっと固め。あ、だいぶ硬いね。多分水分量とか、外国 あのお米って結構パサパサっていうかパラパラしてるって聞いてるけど、やっぱりね、これベトナムのお米なのかな。ベトナムのフォーですね、初めて食べる。フォーの味噌、いただきます。あ、優しい味。
動画的なコラボとかできるんですか？あ、全然。マジですか？ちょっとなんかみんなで、いやいや、そうだって呼んでください。いや、しますよね、コラボ。私は普通のチャレンジです。ゲストにぜひ呼んでください。いいですか？最初のゲストに登場していただきましょう。チャンケブログのチャンケさんです。あ、どこから出てくるのか見たいですね。チャンケさんどこにいるでしょうか？え、見たいことありますよこれ。僕を見てきたって人は、はい、手を挙げてください。どうぞ。いるじゃん。嬉しい。いっぱいいるじゃん。嬉しい。銀行でお金欲しいとかどうか。いっぱいいる。嬉しい。2回目はもうこのニコットニコットさんのダイソーかな、100均で買ったこのサンタコスで皆さんを楽しませようと思います。合わせて500円。はい、こんな感じになりました。これから始まります。すごい緊張で、そのサンタの衣装でその緊張をごまかしてますけど、これから頑張ります。ありがとうございました。いや本当に僕もだいぶ、まあ、寄ってたというかね、ちょっとあのお酒がまだ残ってたんで、まあでもね、ちょっとカンナちゃんがだいぶフォローっていうか、いやいや、なんかもうね喋りすぎたの時間も来ちゃいました。いやなんかすごい、なんか本当になんか普通な感じで、そうラフに話してよかったです。本当になんかすごいやりやすかったです。ありがとうございます。やりやすかったです。いっぱいみんな出てきてもらって、かなちゃんにもね、本当になんか、ね、だいぶフォローされたけどね、だいぶフォローされたっていうか、なんかまだ頭が回ってないんだ。ライブ終わりました。ありがとうございました。最後ね、ちょっとまさとこけたところが本当に痛くてやばいんですけどね、本当にありがとうございます。最後まで、はい、あ、ちょっとお疲れ様です。大丈夫ですか？運動とかさ、え？運動とか、あ、本当ですか？大丈夫ですか、ちゃんけさん？ちゃんけさん今日本当にありがとうございました。いや、お疲れ様です。すごい寝てたじゃないですか。ああ、スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。